はい、先生。はい。昨日楽しかったこと。昨日、うちのおばあちゃんが、間違っておじいちゃんの入れ歯を入れました。その後、うわっ！って、すごい大きい声で言ってました。そしたら、おじいちゃん何にも悪いことしてないのに、おばあちゃんにすごく怒られました。楽しかったです。ちゃあ、あんまじぐね。あんまじやな。ガッパチェ、なんなんすこの天気。あんまだりや。ガッパチェやな。じゃあ聞いて、昨日さ、俺、わさ、わ、昨日ジョスコさ行くがってさ、ジョスコさ行ったって。したっけさ、あっこ中学校あんじゃん。あっこん中学校やつ、わやいでさ、ガッパチェやろって。プリンドーズ、わやいでガッパチェ。なんなんす、タゲだりやなって。したっけさ、なんかプリトルのこのハサミとかさ、何も使えねえんず。何も使えねえんず。ガッパチェやなって。あんまだりやなってさ。なんでんず。あんでんでんじゃって。そのままさ、取りたい行くべっつって。取りたいってあって。したっけさ、まだプリンのこそさ、あんま一人だってさ、ガッパチェやがった。じゃあ昼どうするまだラーメン。やばくね。何回食ってんの俺ら。いや、で、今週何回食った？さ、いや、4だ。4食ってるよ。4回食ってるって。ちょ、ほら、だって。あの、日曜の部活など行ったっしょ。で、月曜日も、ほら、部活などちょっと時間あったから行ったじゃん。で、火行って、水曜さすがにやめようっつって、でも木曜行ったじゃん。で、まだ行ってんじゃん今日。やばくね。何回食うの？お、そろそろやべえ気すんだ、今日。マジで、あれじゃね。ほんとに、明日多分しょんべんしたら、ラーメンのスープ出るよ、そのまま。もういで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 ってなるよ。しょっぺーって思って。あ、しょっぺーっつが。ね、ねえが。ねえな。いや、でもわかるわ。ラーメンちょっと食いてえやな。わかる。結局ね。でも何系がによる。何系がによる。お前天才だな。いや、確かに言ってなかった、あそこ。うわー、どうしよっかな。え、どうする？あり。ありっちゃあり。あー、マジか。まあ、行くか。うん。結局、俺らラーメン食いたいじゃん。うん。まあ、煮干しよね、結局ね。まあ、今日は、ほら、もうあっさりしてるから、大丈夫、大丈夫。全然大丈夫。あれはもうラーメンだけど、ラーメンだけど、健康めなラーメンじゃん。行こう行こう。もういいよ、大丈夫、大丈夫。行こうぜ。え、マジですか？え、やばいっすね。それ、その後どうなったんですか？やば。マジウケる。やばいですね。え？あー、いや。なんか標準語慣れちゃって、あの大学行ったらもうなんかみんな標準語で誰もなまってないんですよ。なまってる人いないし、なんか青森の人とかいないから全然なまる機会もなくて、もうこれが普通です。いや普通ですよ、普通。え、だってテレビとか標準語じゃないですか。なんでなまってんだろうとか思っててなんかいやもう全然普通っすよ。標準語ですよ、標準語。みんなマジっすか。いやでも多分東京とかちょっと行ったらもう多分みんなこうなると思いますよ、本当に。はい。あ、なんか飲みます？あ、OK です。すいません。はい。ビール一つと、あと枝豆一つ。はい。あ、お願いします。なんすか？いや、キモくないっすよ、これ普通っすから。東京これ普通ですよ。え、逆にだからどうするんですか、東京とか行ったら。大変じゃないですか。いやー、マジですか。いやー、ちょっと行ってみてほしいっすね。いや、どうなるんだろうと思って。なんかめっちゃ黙ってるじゃないですか。いや、めっちゃ黙ってんなーって思いますよ。うん。いや、本当に。東京、いいと思いますよ。行ったら多分みんなこうなれますから。はい。お疲れお疲れ。あー、任した。あー、しゃっけ。あー、スカイだ。ああ、おやつ会だな、もう本当に。研究の進捗発表会さ。毎週毎週やんなくていいべよって思うよな。一週間したら進まねえじゃよって思うよね。あんたんずっと思って何聞きてんすよ、思ってさ。ああ、タゲ使えな、マジで。え？わかんねえじゃねえじゃよ。いい加減覚えて、もう。もういいじゃん。もうさ、その標準語使う頭もうねえんだって、今。疲れで疲れで。それ以外のことで頭使ってるからキャパオーバーなんて、もう標準語使う脳みそ、あとこの1メガもねえんだよ、もう。
もう1テラだば多いな。1バイトだな。1バイトしかねえ。もう無理。はあ、もう無理。使えちゃって。で、研究さ、発表してるときやばいじゃん、マジで。カタカナとかワヤ何社なんだって。ワヤ。超。もう超疲れんの。マジで。もう何なんですよ、あれ。腹立ってまい。もうさ、普通に読みてんだって、こっちは。でもさ、多分聞いてる側さ、えってなんじゃん。だからさ、ワヤ気使っちゃって、こっちは。なんかアナリティクスとかさ、アナリティクスだべや、このっつって。何アナリティクスじゃねえば、っつって。アナリティクスでいいべな、この。何やこのアブストラクトだ。アブストラクトでいいわよこれ。アブストラクトは出ねえねん。アブストラクトだよこれ。なんだんつってカタカナぐらいなまらせろじゃんって思いながらさ、もう初回だ本当に。え？いやもう、いいって。最初の頃標準語だったかもしれないけど、もう無理。もう頭の中さ、標準語ないの。もう使えちゃった。どうする？今日飲み行く？どっか。あ、いいね。確かに最近行ってなかったしね、あんま。うん。あ、イタリアン。あ、いいんじゃない？どの辺？あ、駅の。あっちの方？あ、いいじゃん。あ、確かに最近なんかずっと韓国料理ばっか食ってたもんね。なんかあれば韓国料理みたいなさ、とこあるよね。うん。わかる。でも結局美味しいんだよね、あれがね。あ、でもちょっと今日はね、気分変えていこう。あ、ちょっと待って。なんかちょっと会社の人から電話来たわ。ちょっとごめん。はい、もしもし、お疲れ様です。はい。あ、はい。はい。あ、ありがとうございます。はい。あ、ですね、その件なんですけれども、先ほどのこちらの方で確認いたしまして、特に問題はないかなと思っております。で、後ほど佐藤課長には、報告したんですが、まあ、こちらの件に関しては、来週以降、対応させていただくという形で、はい、運びにさせていただければと、はい、思っております。はい。はい。はい、承知しました。その他何か、ご不明点とございますか？はい。あ、かしこまりました。では、はい。またよろしくお願いいたします。はい。では、失礼いたします。はい。失礼いたします。うん、大丈夫だった。うん。なんか、特に今日は別に多分仕事しなくていいから。うん。行っちゃおうか。飲み行こうか。うん。よし、行こう。まず、ムタムタと食ってまればいいんだしたな。何も気にしなくていいはねるわ。まずな、だって醤油っ子だわ。まずサンジャラとでね。ああ、やだな、あだてまるはねるわ。ああ、したね、このくんどのやつだわ。まずムタムタと醤油場所食ってやってな。ああ、なんとかと醤油かけてやってきゃ、まずあだてまってな。ああ、まずは、まれあげてやったんだって。ああ、でも、わけのぎがあったことしやっけ、もう、はあ、もうお前。えってやったんじゃ、下でまず、わけどぎだば、いや、待ってや、歯も気づけないまねんだ。ああ、わかっちゅな。うん、して、もう、あれ、むてむて、もう、皿につけろ食ってまればいいんだ、して。まず、何も、岸に嗅ぎに来てんや、下も。うん、歯もね、ああ、じさまのばさまも笑いも、もほれ、あれだ、はんでろ、まずいいんだ。して、あれだ、じさまのばさまわけどぎだば、まずアメリカの太なじこにだってや、して、ハグ前食いにしてな。して、下でこれ。まず、あれで時に食わやばいな。下でこれ。な。あそこでこれ、コングドは走っちゃったや。コングドはあれだって、あ、こらばまず死にがったや。ああ、ダム太いねきして。うん、下でこれ。あ、こら、な、歩くてへば。あ、浅いでればっけ、あっこさ。なんとかで出るや。あ？ヘビだな、なんだろうって、これ出てくるわけよ。下で、あこは、まずお金がてんだよ。ああ、だばって、まだばこんぐどなって。ああ、でもこうやって、なん、不便しなくていいね。うん、下でどこだ、まず今のあれ、花だばわかねえな。ああ、だばってこれ、なあ、こたどこだってんだよ。うん？じいちゃん、何喋ってるのって？おべにはまべんで？うん？じさまの言葉、なんもわかねえだがして。はぁ、まねやわ。だってまねこれ、聞いてきゃ覚えるはんだよ。ああ、したね、いいね。ああくじだけあげねえんだよ。ああ青森のふと、くじ、あげねえの。ああわかっちゃわかねえな。まねな。ええ。